今回は初代火影千住柱間とかいう全身柱間細胞の化け物について読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。こいつどうやって死んだんやろな。寿命やろ。マダラがオビトの時代まで生きてたのを見る限りそれはありえん。マダラは柱間の細胞の力とゲドウマ像のチャクラで生きながら得ることに成功してたんや。全身柱間細胞の化け物かつ九尾並みのチャクラ量の柱間が老衰で死ぬには100年じゃ足りない。まあ、マダラもだいぶ無理してたけどな。確かに、ほんまあいつどうやって死んだんや。命を代償にする術でも使ったとしか考えられん。全身柱間細胞とかいうパワーワード。再生しすぎて寿命縮んだ説。柱間細胞はちょっとした弾みに木遁が暴走するレベルでパワーを秘めてるんやぞ。再生する程度で弱まる細胞だとは思えん。柱間細胞自体はそうでも、脳神経とかがすり減ると柱間細胞が制御できなくて暴走が起きそう。脳神経も柱間使用やろし大丈夫やろ。うっかりして事故った説。術自体の精度が低くてもチャクラ量が多ければ術は発動してしまう設定やったし、寝ぼけてゴキブリ相手に式方陣とか発動してそう。そんな設定やったか？ザブザと戦う前の木登り修行のところや、ナルトはチャクラ操作が雑魚だからめっちゃチャクラを消費して小規模な術しか出せてないぞみたいな話があったぜ。過労死説。かぐやとかあの辺の奴らに負けたとかやない？なんなら命を代償とする術で国を守ったとかぐらいの方が説得力あったのにとは思う。里のことを第一に考える性格だから納得ではある。実はボルトで触れられてたりすんのかな。初代の死因は判明してる。割とありそうで草。地味に卑劣様って有能だよね。アカデミーを作って任務システムも作った偉大な男やぞ。死因、柱間癌細胞説好き。全身癌細胞ってどこの月風よ。不安定な柱間細胞は衝撃を与えると暴走する設定が明かされたで。やっぱ癌か。劣化版卑劣様が暴走させてたよな。多分あくまで人間として死ぬことを選んで100歳で自殺したんや。これはちょっとありそう。綱手が志半ばに戦いの中で死んだとか言うてたけど、柱間殺せる奴がいたら今頃世界滅んでるやろ。案外油目一族に囲み落とされて死亡とか？かぐやが兵力蓄えてたのを察知してそれに利用されないようにとかはあるかと。柱間殺せるのはマダラしかいないから自殺しか思いつかん。カムイ空間でも生きてそう。柱間細胞、なんか同世代の奴らみんな衰弱して動かんくなっとるな。ワイラも真似しとくか。柱間のスペック、素で九尾並みのチャクラ量、素で忍法創造再生、木遁、一つの術でスサノオをまとった九尾を貫通する威力、完璧な仙人モード、チャージは一瞬、あの世界柱間だけ異質だよな。ナルト世代は名門が同世代に揃いすぎじゃね？カカシ世代はオビトやアスマ除けばゲンマとかエビスとかクレナイとかガイとかみんなよくわかんない一族だし。一応名門は何歳で継がせるとかいろいろプランあるんちゃう？イノシカチョウとかヒューガとか。ナルトとサスケは同時に死ぬだろうしつなぎの8代目はサクラしかいないという事実。ウチハとかいう強大な能力の代わりに劣悪なメンタルヘルスを獲得した一族。やっぱりヒューガがナンバーワン。ヒューガはこの歯にて。桜ちゃんなんの血筋もなしに万華鏡持ちとやり合えるし勝湯様も呼べるやべえやつやからな。忍界大戦の時の勝湯でも 10% しか召喚できてないんよな。言うてもこの葉の里は有力な一族が集まってできた里だから春の一族も元をたどればそこそこ強そう。キュービプラスマダラ、柱間。頭おかしい。柱間が子供時代は割と普通なのもまた謎。どの段階で活性化したんや柱間細胞。描写を見てる限り戦術を習得した段階な気がする。そこからマダラを常に圧倒してるような感じだったし。こいつの暗殺に失敗して五体満足で里に逃げ帰った恥さらしがいるらしい。各図は作者じきじきに柱間の後に扉間マダラともやり合って生き残ったことが判明したぞ。有能すぎないか？まあ里に帰還したら江戸天聖爆弾かどうかを疑われたんやろな。柱間扉間マダラ相手に戦いに生かされてしぶしぶ行って、普通に互角やったけど帰ったら処刑されそうになった。格図は切れた。柱間から生き延びても里から殺されかけた格図。そら里抜けしますわ。
滝隠れはピリピリしとったからなぁ、小国やししゃあない。各図見る限り滝は昔は質が高い里だったらしいな。あそこ昔から常人めちゃくちゃ出とる。やから五大国じゃないのに美獣もらっとる。柱間、土下座して許してもらったんかなぁ。卑劣まだら、あかん。柱間ならワンチャン情けで見逃される可能性あるけど卑劣様からは逃げられないはずやからな。なのに生還した上に原作開始時点で生きてるのを見るに江戸転生爆弾にもされてない。有能すぎる。各図、Y は柱間とガチバトルして生き残ったんやぞ。いの、こいつ何歳なの？かかし、老害。各図。せっかくのおじいちゃんの自慢話やのにかあいそう。ナルト、お前は絶対許さねえ。柱間が神話っぽい扱いになっちゃってるからしゃあない。実際にはそんな大昔ではないはずなんだが。確か柱間に加えてマダラと卑劣もいた戦局で生き残ったんやろ。扉間のマーキングから逃げ切れた可能性あると考えるとかなりの実力者。今のひじきは本来の心臓特化得たからむしろ弱体化しとるねんな。本当はドトンオンリーやったんや。卑劣様のあまりに多彩な卑劣忍術の数々がトラウマで使える手札を増やしたんやろな。前世紀猿と前世紀格図が戦ったら面白そう。ゴトン使えるから相殺して距離詰めて混合如意でボコるっていうのが基本戦法だったっぽい前世紀三代目。前世紀三代目とかいうおそらくこの葉に存在する血筋が必須条件の忍術以外の全てを実戦レベルで扱えたチート。猿の口寄せっこ。エンマってかなり上位の口寄せ銃っぽかったけど猿の仙人モードとかあるんや。最終決戦も一人だけ G3 状態やし前世紀で井戸天なら扉間超えるんちゃうか。姿は G3 なだけで状態は前世紀やっけ。江戸天扉間柱間はかなり劣化しとる。猿も老化状態で呼ばれたから弱い。オロチマルとか柱間と戦ってもギリギリ死ななそう。オロチマル、殺して、殺して、になりそう。どっかに樹院ある限り無限蘇生するからな。柱間は宇宙人が人間を真似て作り出そうとした別の生命体と言われた方がしっくりくる。大筒木どころか十尾と真珠に先祖返り起こしてるねんなこいつ。白絶ノットイコール柱間細胞やからまあほぼ人型の真珠や。美獣プラスのチャクラ用に樹木。これもミニマム十尾やね。突然変異なんやろか柱間。卑劣や綱での細胞は別段柱間細胞みたいな高能ないっぽいし。生まれ変わりの魂効果やない。それやとナルトの細胞も柱間細胞並みになっとるんやろか。陸道仙人の息子であるアシュラの生まれ変わり。アシュラの転生者って実は基本落ちこぼれでインドラより弱くなるんや。アシュラ本人もこんな化け物じゃなかったしな。じゃあ柱間すなの。あとアシュラは民から元気玉みたいにチャクラもらって神数千樹出してたけど柱間は普通に短期で出す。ルーキーか。過去に木遁使えるやつがおらんかったことからしても偶発的に先祖返り起こしてるっぽい。ちなみにボルトやと柱間細胞が闇組織に狙われる柱間細胞編があるぞ。柱間細胞でできた眼球とか変な道術持っててもおかしくないよな。ボルトの時代の技術力あれば柱間の自立するクローンとか作れそうだよね。ヤマトで我慢しろ。それに比べて柱間の子孫はどうだ。か弱い女だしな。カブトに劣勢はあかんわ。カブトはぶっちゃけめっちゃ強いぞ。影レベル超えとる。港よりもカブトの方が強いんじゃね。仙人モード習得済みだとそうかも。みんな医療忍者をあんま評価しないよな。メインキャラの怪獣バトルだと一撃で即死は当たり前やし、医療忍術の意味が薄くて物語的に微妙な立ち位置なのはありそう。一撃即死の世界なら桜や綱でより長戸や千代バーの方がありがたがられる。死ぬけど。千代バーも長戸も綱でより強いしな。千代バー、海戦から江戸転生会までずっと封印されずにいたんだよな。優先的に戦力ぶつけられたわけではなかったけども。おそらく平均的な常人並みの戦力10体を完璧な連携で扱えるとかいうチートだからな。初代とか二代目の時代から今まで生き抜いてるババアやからな。サソリが国落としたとか言うてるけど小国やしチヨバーのがやばい。サソリ VS チヨバーサクラスコ。いくら敵が孫だからといえ相談役が前線に出てくるほど人手不足なの砂やべえな。寿命と長年貯めたチャクラを引き換えに柱間の回復力無理やり再現したのは天才だとは思うけどね。
あのババア寿命減ったのに70歳っていつ死ぬねん。まあ、綱では言うても先住一族やしな、巣の寿命が150歳くらいありそう。綱ではナルトの親戚ではあるから渦巻一族の血でもともと寿命長いのかもしれないが。綱では先住一族やぞ。柱間の奥さんが渦巻族じゃなかった？そうだったわ。そうなると千住と渦巻のハイブリッドやな。結局大津月一族って意識とかぐや以外大したことないよな。マダラや柱間は愚か、イタチや長戸の方が強いんじゃねえの。そいつら全員大津月の血筋やで。皆さんは、千住柱間の強さ、についてどう思いますか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。